トーマス・ウィルソン・フィアビーは、第二次世界大戦からベトナム戦争にかけての時期に、アメリカ陸軍航空軍アメリカ空軍で軍務に、ついていたアメリカ合衆国の軍人。1945年に、広島市に、原子爆弾、リトルボーイを投下した、B、B-29、エノラゲイに、爆撃手として登場していた。トーマス・ウィルソン・フィアビーは、ノースカロライナ州、モックスビル近郊の農場で、 11人兄弟の上から3番目として生まれた。1935年、17歳でノースカロライナ州バナーエルクのリーズマクレア大学に進んだ。子供の頃から運動競技の才能に恵まれており、陸上競技、野球、アメリカンフットボールなどでいくつもの賞を取った。一時期はボストンレッドソックス参加の練習生になったが、チーム入りは果たせず、 陸軍に入隊した。膝を故障していたため、不評としての任務にはつけなかったが、航空部隊の訓練に参加することが認められた。航空学校で2年間学んだ後、フィアビーは第二次世界大戦のヨーロッパ作戦戦域に爆撃手として派遣され、60回以上の出撃任務を果たした。1944年夏、ポールティベッツ大佐に抜擢されて、 原子爆弾の投下を任務として編成された第509、混成部隊の一員となった。1945年夏の原爆投下当時には、少佐であった。フィアビーは、ティベッツと同じように、大戦後も軍に残り、1947年に、陸軍から陸軍航空軍が独立して編成された空軍に、そのまま1970年12月まで勤務した。フィア B は、 ティベッツと同じように、原爆投下について、後悔の念を表明することはなく、それはやらなければいけない仕事だったと述べた。第二次世界大戦後のフィアビーは、冷戦からベトナム戦争の時期を戦略航空軍団で過ごした。フィアビーは、最終的には大佐まで昇進し、退役直前は爆撃手として、マスターナビゲーターの職位にあった。退役後のフィアビーは、 フロリダ州オーランド周辺で不動産仲介業者として働いていた。フィアビィーはフロリダ州ウィンダーミアの自宅で81歳で死去した。未亡人となったツモメアリアン・フィアビィーは遺品となった軍関係の文書や文物をローリーのノースカロライナ歴史博物館に寄贈した。広島への原爆投下から帰還した後、テニアン島にて撮影。ありがとうございます。